バトルしてゲット。コースを選んでね。ゼラオラコース。道具チャンス。ガオーレメダルを道具と交換できるぞ。ガオ。パカ。やった。道具をもらったぞ。この後のバトルで気合がアップするぞ。野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモンを出そう。ガボタンで決定。ボタンで決定。いけ。ボンマット。コンボボーナス。リーティア。ガオレパスボーナス。さらに道具ボーナス。気合いアップ。さらに気合ぐーんとアップ。バトルスタート。味方の攻撃。攻撃ルーレット。赤い数字。攻撃アップ。ボタンを連打。決まった。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって相手に追いつけ。味方の攻撃。攻撃ルーレット。赤い数字。攻撃アップ。いけ。吸血。いいぞ。相手の攻撃。防御ルーレット。黄色いマーク。気をつけろ。応援するポケモンをボタンを押しまくって、ポケモンを応援だ。相手の攻撃。返り討ちチャンス。ボールレバーを動かしまくれ。こっちの返り討ちだ。いけ。吸血。これでどうだ。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって、私に攻撃されそう。相手の攻撃。防御ルーレット。来るぞ。捕らえろ。味方の攻撃。攻撃ルーレット。赤い数字。攻撃グーンとアップ。吸血。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって、ポケモンを応援だ。味方の攻撃。攻撃ルーレット。赤い数。攻撃グーンとアップ。いくぞ。うわー、効果を発電。やった、ゲットチャンス。今だ。ボールを投げよう。ゲットタイム。ガオレパスボーナス。ボールレバーを倒せ。モンスターボールだ。すごい。2体同時に捕まえたぞ。100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。気合を込めておたけびだ。すごい、機関車レベルだ。周りのポケモンがおたけびを聞きつけた。ハガネール。
100円を入れるとバトルを続く2回目のバトル連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモンを選ぶ。ボタンを押しまくって相手を引き離せ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙う。攻撃アップ、いくぞ。わー、決まった。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しなく相手を追いかけ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字、攻撃アップ、急所に当たった。相手の攻撃、防御ルーレット黄色、防御アップ、気をつけろ。しまった、戻れ。ガオーレディスクをセット。応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しなくてポケモンは応援だ。相手の攻撃、防御ルーレット、赤いマーク、気をつけろ。応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しなく相手を引き離せ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃アップ、グラード、実践、効果を発電。やった、ゲットチャンス。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって相手を追いかけ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤いスープ、攻撃スープアップ、ダークライ、悪の波動、いいぞ。やった、ゲットチャンス。今だ、ボールを投げよう。ゲットタイム、ボールレバーを倒せ。モンスターボールだ。やったー、ポケモンを捕まえたぞ。100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。ポケモンが何かを落とした。雄たけびを上げてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス、気合を込めて雄たけびだ。お見事、隕石レベルだ。周りのポケモンが雄たけびを聞きつけた。これはゼラオラ、ディスクを取り出そう。100円を入れるとバトルを続く。ファイナルバトル、連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しなくて相手を追いかけ。
味方の攻撃、攻撃ルーレット赤い数字を、ね、攻撃アップ、グラード実施、効果を発電、キャスター、ゲットチャンス、相手の攻撃、防御ルーレット黄色いマーク、来るぞ、ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう、ボタンを押します、相手より先に攻撃だ、味方の攻撃、攻撃ルーレット赤い数字をね、攻撃アップ、ダークライ悪の波動、いいぞ、ボールレバーで応援するポケモンを選ぼう、ボタンを押しまくって、敵味方の攻撃、攻撃ルーレット赤いス、攻撃アップ、グラード実施、効果を発電、キャスター、ゲットチャンス、今だ、ボールを投げよう、ゲットタイム、ガオレパスボーナス、ボールレバーを倒せ、やった、スーパーボールだ、やったー、ポケモンを捕まえたぞ、100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ、ポケモンは何、ギャロップ、ヒノウマポケモン、走るのが大好き、走り出すとわずか10歩で最高時速240キロに達する、お疲れ様、ポケモンセンターに戻ろう、結果発表、今回のバトルスコアが出たぞ、君が手に入れたのはこれだ、